手伝いに行かなくていいのか。いいんだってさ、引っ越し屋さん呼んでたみたいだし。映画でも見てくれば。いいよ、別に見たい映画やってないし。なんかさ、記憶がわからないんだよ最近。何にもする気がしないんだ。引きずってるね。それは引きずるよ。忘れてるかもしれないから言っとくけど、世の中男以外はみんな女なんだよ。川上さんは特別だよ。女なんてもんはな、下から見上げりゃみんな同じ顔だ。早いとこ忘れちまって次へ進めよ。大変だね。大荷物だよ。タンス運んでたけど。上の階にあったやつ。だけどあれって。Hey you! Can you get this bag while out it? いいの勝手に持ってっちゃって。ボスがくれたやつだろ。太っ腹だね。もういい迷惑だよお前。あんなどこに置くんだよ、ただでさえ狭いのに。何か手伝えることあったら言ってね。お前は休んでろって。成田さん。小菅さん。ね、ちょっと手伝って。何？T シャツ段ボール箱にしまって。まだやってねえのかよ。手伝うか。小杉さん座ってて。いいじゃん、一人じゃできないんだから。しょうがねえな。ちゃんとやっと言っとめえよな。 Hey Jack. Yeah. What about the big stuff? Well, there's still room back there, but let's take a break while the wind let you finish the pack. ねえ、もっと丁寧に運んでよ。荒っぽいよ。 Oh man, these boxes are heavy. What's in these things?どう思う？樋口って男もマメな野郎だね。これ全部あれだろ。付き合ってた女の電話番号だよ。大した数じゃねえか。ねえ、どう思う？こういうもんを未だに持ってるってことはさ、まだ切れてないってことだよね。これさ、いつ夜が戻ってもいいようにさ、捨てないで取ってるんだよ。これ川上さん見たら大変だよ。一騒動起こるね、これは。どうすんだそれ。見せるのか、川上さんに。ああ、本気か。なんで。確かにそれで樋口のポイントは下がる。引っ越しどころじゃなくなるだろう。でもいいか、あんたは最低の男になり下がる。分かってんだろうな。ケイリー・グラントは別れた奥さんが別の男と新婚旅行に行こうとするのをあらゆる手段を使って妨害する。ヒズ・ガール・フライデーという映画の話だ。そして今僕の手には川上さんと樋口の仲を裂く格好の材料がある。でも僕にはそれを川上さんに渡す勇気がない。僕にできることは、僕にできることは、thank you.
ちょっといいですか？あ、どうぞ。住んでる？うん、もうちょっとで終わるから。手伝うことあったら言ってくださいね。ありがとう。なんか寂しいな。え？このアパートももうお別れなんだね。いつでも遊びに来てくださいね。絶対来る。毎週来ちゃう。それでね、小菅さん、一つお願いがあるの。え？なんだろう。聞いてくれます？いいよ。渡辺くんのことなの。今度のアパートね、なんか大家さんがうるさくて動物飼っちゃダメだって言うんですよ。でもね、ひどいの。契約書にはそんなこと一言も書いてなかったんですよ。だからね、樋口さんが今交渉してくれてるんだけど、なかなか OK が出なくて。でもね、きっと時間かけてお願いすれば大丈夫だと思うの。じゃあそれまで僕が預かるよ。お願いできます？僕はいいけど、川上さんは平気なの？うん。ちょっと寂しいけど、でも小菅さんとこだったら安心だし、ここだったらいつでも会いに来れるから。本当いいですか？迷惑じゃない？全然。ありがとう小菅さん。とんでもないです。よかったね渡辺君。今後ともよろしくね。もう一踏ん張りしてくる。頑張って。僕が引き取ることになったよ。悪いな。いいんだよ、僕も渡辺君好きだしさ、行ってくれた方が寂しくないし。お前には迷惑かけるな、何から何まで。やめてよ。感謝してるよ、マジで。いいよ、もう。康介。ん？俺いろいろ考えたんだけどさ、このさ、感謝の気持ち、なんか形で表した方がいいと思うんだ。いいよ、もう。受け取ってくれ。じゃあそういうのやめようよ。いいから。気持ち悪いよ。俺が最初にこの国に来た時にチャイナタウンのまじないしから買ったんだ。この指輪には女にモテる呪文がかかってる。樋口、お前も早く幸せつかめ。ありがとう。よーよーよー。あ、それそれ僕の。小菅さんの？そう、探してたんだ。ありがとう。ダメだよ、こういうのちゃんと隠しておかないと。頼むよ。川上さんと樋口はアパートを出て行った。ちょっとね、ガチャピン慰めてきますわ。あ、そうですね、そうしてあげてください。悔しいなあ。いやガチャピン、ご苦労様でした。悔しいよ。惜しかったよね。でもね、4位ですからね、これはすごいことですぞ。
今何時？9時。まだそんな時間か。不思議なもんだよね。前はずっと一人で暮らしたのにさ、川上さんたちがいなくなったらどうやって暇を潰せばいいのかさっぱり分かんなくなっちゃった。時間が経つのが遅い遅い。何？どうせそんなことだろうと思ってさ、あんたのために方々を駆けずり回ってようやく手に入れたよ。何これ？とりあえず見てみろよ。どういうこと？気に入った子がいたら写真の下の番号に電話すればうちまで来てくれる。ちょっと待って。値段はちょっと張るけどこのグループは外れがない。いい加減にしてよ。どっからこういうもん見つけてくるんだよ。そう言わずに。いらないよ。とりあえず見てみろよ。興味ないよ。お前さん、こういう仕事もやってんの幻滅だよ。ちょっとお前のために借りてきてやったんじゃ。大きなお世話だよ。人をバカにする分いい加減にしてよ。確かに川上さんがいなくなって寂しいけどさ、それで家にコールガール呼んだらこれもう最低の男だよ。違う？だからいらないって言ってるでしょうが。これ見てから文句言えよ。似てるだろう。世の中そっくりな人が3人いるっていうからな。目がきついんだよな。川上さんはもっと優しい感じだよ。名前はナンシーさんといって香港生まれの香港育ち。顎の感じも違うんだよな。どうする？お金払えば来てもらえるの？お願いします。じゃあ俺が電話しといてやる。何時がいい？10時半。じゃなくて11時。了解。内容は？内容？2時間で300ドルお泊まりスペシャルは500ドル。じゃあスペシャルでお願いします。言葉通じるの？英語が少しと、あとは中国語。大丈夫かな。漢字書いて説明すればなんとかなんだろう。来てるよ。見つけた時は俺も驚いたよ。これ借りてもいい？うん、持っとけ。30分前に確認の電話入れることになってから忘れんな。お前さん、軽く考えろ軽く。こんなことして虚しくなんないかな。男は所詮虚しい生き物さ。上手。ギター弾けるんですか？
食べましょうか。食べましょう。忘れ物しちゃったんだよ。忘れ物？ああ。あ、そうだそうだ。お土産なんだ。今度のアパートのそばにデリがあって、うまそうなアイスクリームあったから買ってきた。ありがとう。どうだ？一人暮らしの気分は。あ、もともと一人だったからね。寂しかったら泊まり来てやろう。遠慮しておくよ。なんでそんなとこ入れといたの？バカだな。フィルムは冷やしといたのが長持ちするの。いやいやいや、何くつろいで寝るんだよ。一服ぐらいさしてくれよ。ほんでお前どうすんだ。えだから僕、うん、実はね、今本社に曲の申請出してるところなんだよ。帰んのか。まあ何ヶ月先になるか分かんないけど、あ、その時は渡辺君引き取ってね。まあいいのかそれで。ずっとこっちにいたかったんじゃねえのか。仕事としては僕に合ってるとは思うけど。じゃあいればいいじゃないか。でもこの街が好きじゃないから。もういいんだよこの街は。そっか。まあそれはいいのかもしんねえな。今何時？ん？10時40分？あ、なんか面白いビデオねえかな。ねえ、もう帰った方がいいんじゃないの？なんでだよ。川上さん待ってるよ。帰ったらまた働かされちゃうだろ。ちょっと休ませてくれよ。いや、そう言われてもこっちにも都合があるんだよ。都合ってなんだよ。ありゃ？誰か来んのか？ああ。誰？いいだろう。女？ああ嘘だろ。僕だってね、ガールフレンドの一人や二人はいるよ。マジかよ。もうさ、今まで樋口たちがいたから、なかなか家に呼べなくて苦労したよ。なんだよ、水くせえな。紹介しろよ。もう二度とごめんだね。だからさ、早く帰ってくれよ。え、可愛いのか。今度紹介するよ。え、どんな子？教えない。日本の方？教えない。え、何系なのよ。ね、どこで知り合ったの？さよなら。何してる人？お休み。芸能人だったら誰似てんの？ねえ。I have an appointment with Nancy at 11 p.m. Please come here on time. すれ違いになっちゃったんだね。今頃家に着いてるんじゃないかな。電話してみれば。まだ電話引いてないの。
携帯は？最近持たしてないの。持ってるとろくなことないから。まあね。いいの、置き手紙してきたからきっと読んだら戻ってくるわ。あ、これお土産。今度のアパートの近くにね、デリがあって、そこのアイスクリームが美味しそうだったから買ってきたの。はい。ありがとう。ただいま、渡辺くん。行くたんだった？それで、なんかあったの？それがね、ひどいの聞いてくれる？大家さんには今日から入るって言ってたのに、行ってみたらガスも水道も電気も来てないの。まずいじゃん。そうなのよ、明日になっちゃうんですって。どう思う？そんなこと言われても困っちゃうよね。すっごい頭きちゃった。解約してやろうかと思ったけど、安くていいお部屋だからそれはやめて。だからね、今日だけこっちに泊めてほしいの。ここに？もう一日だけ。迷惑？そんなことないけど。あれ、これからご飯？ああ。ごめんね。全然平気。すき焼き？ねえ、覚えてる？私が初めてお邪魔した時も確かすき焼きだったの。覚えてるよ。これ小杉さん一人で食べるの？そうだよ。すごい食欲。あれ？何やってんだろう？いつもの癖で二人分並べちゃった。一人分でいいのに。ねえ、なんでさっきニーハオって言ったの？え？ニーハオってなんだっけ？中国語？そうだよ。E R 三数ウリチップ。面白い。なんて言ったの今。1234567 8。クソギ行ってくる僕。今から？ご飯は？砂糖が切れちゃって。すき焼き砂糖ないと美味しくないから。砂糖買ってくる。あのくつろいでていいからね。テレビでも見てて。私やっぱり失礼する。なんでなんで、泊まってってよ。だって小杉さんお客さん来るんでしょ。え、今女の人から電話あったよ。なんかね、前の仕事が長引いてるんですって。30分ぐらい遅れるけど必ず来ますって。出たの？留守電になってたから出なかったけど、お客さんが来るなら来るって言ってくださいよ。何？彼女？やめてよ、そういうんじゃないんだよ。じゃあ何？ガス会社の人じゃないかな。ボイラーの調子がおかしくて点検に行きたいもらうことになってたんだよ。こんな時間に？結構そういう苦情が多いみたいなんだよ。前の仕事が長引いてるって言ってなかった？言ってた。なんか大変みたいだね。一日十何件も回らないといけないみたいだから。でもずいぶん色っぽい声だったよ。ガスのせいじゃないかな。長く吸ってると声帯がおかしくなるって何かで読んだ。大変な仕事だね。さあ入ろう。紙コップの底に画鋲で穴を開けて
ロー、アイムコスゲ。メイアイスピークトゥーミスナンシー。 Really? Thank you.そう、擦りつけるようにしてごらん。こんなこと。ごめんね、気使ってくれて。とんでもないよ。もう寝る？樋口さん待ってる。ちょっと出かけてくる。どこ行くの？砂糖買ってくる。さっき言ったんじゃないの？お財布持ってくの忘れちゃって。ね、よかったら一緒にすき焼きと思い出の。そうね、ちょっとだけなら。すぐ戻る。いいね。あの時は確かお給料もあった。そうそう、実家から送ってきたの。小杉さん最初食べ方知らなかったんですよね。そうそう、お給料なんて食べたことなかったから。なんか昨日のことみたい。本当ですね。ありゃ、なんでこんな時間にすき焼き食べてんの？樋口さん、みんなで食べようよ。うまそうじゃん。おひよ、じゃあやっぱり誰か来ることになってたんだ。決まってんじゃん、これだよこれ。嘘。あ、こいつ結構順調そうな顔してやることはやってんだから。樋口やめてくれよ。それってもしかしてさっきの電話の人？え、電話あったのか。なんか色っぽい感じの人だったよ。おい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 、やってたこの野郎。やめろよ。小菅さんも隅に置けませんね。僕だって男だからガールフレンドの一人や二人はいるよ。おいおい、じゃあ紹介しろよ。だから今日はもう来ないの。でも電話じゃ遅れるけど必ず来るって言ってたよ。あの後すぐに電話したんだよ。そして今日はもう来るなって。それってもしかして私たちのせい？っていうかいいんだよ別に。僕にとっては川上さんたちの方が大切だから。なんだか悪いよ。ねえ、もう忘れて。彼女とはいくらいつでも会えるんだから。もう電話すればね、すぐ駆けつけることになってるし。あ、なんか熱々。あんまり気にしなくてもいいみたいだな。そうみたいね。おいで。どんな子なんだよ。いいよ別に。教えてくんねえんだ。名前は？名前はナンシー。ナンシー？こっちの人？チャイニーズ、香港生まれの香港育ち。あ、ちょっと待って。え？だからさっきニーハオって言ったんだ。間違えたんでしょ私と。おかしい。ナンシーさんっていうの？あ、うん。これなんか関係ある？なんでそれ持ってんだよ。落ちてたんだよ。まずいよ。お前書いたのなんか陳謝とか書いてあったぜ。見ないで。どういうこと？電話したんだよ。そしたら
もう出た後だったからこれ封筒下に貼っといたんだよ。これなんで拾っちゃうんだよ。え、だって見ろよお前、金入ってたもん。やめろお前、なんでナンシーさんに金払うの。借りてたんだよ、タクシー代を。タクシー代？ねえ、それだったらさ、ちゃんと会って返した方がいいよ。置き手紙じゃかわいそうだよ、ナンシーさん。200ドルも使ってお前どこ行ったんだよ、コウスケ。ナンシーさんじゃない？ねえ、ナンシーさん来たんじゃない？上がってもらえば。今日もう帰ってもらうよ。だけど。おいおい、ちょっとこっち来い。え、いいからこっち来い。いやでも。ねえねえ、ナンシーさんは？ねえ、ナンシーさん。何だよ。正直に答えろ。ナンシーさんとどこで知り合った？言ってみろ。金で買っただろ。あの金はキャンセル料じゃないのか。だとしたらなんだよ。バカじゃねえのか。僕が何しようが勝手じゃないか。おかしいと思ったんだよ。お前が隠れて女と付き合うゲートなんてできるわけねえもんな。情けないよ俺は。やめろよ。何やってんだよ。虚しくねえのかそんなことして。お前に言われたくない。友達として言ってんだろ。だから大きなお世話だって言うんだよ。男として恥ずかしくねえのか。え、誠に振られて似た女金で買って、それでお前何が楽しいんだ。楽しいよ、すごい楽しいよ。俺がお前の立場なら死んでもそんな真似はしねえけどな。それはしないだろ。お前は他にもいろいろ女がいるわけだから。僕にはね、こういうことしかできないんだよ。心の傷を埋めるにはね、こういうことしかないんだよ。勝手にしろ。そうやってな、どんどん煩悩地獄に落ちていけ。そういう恐ろしいこと言うんじゃない。ナンシーさんには帰ってもらうから。いいよ、俺たちが帰るから。泊まってけって。せっかくのお楽しみを邪魔したくねえからな。いいから泊まってけって。川上さんには内緒ね。ちらっと見ただけだけど絶対普通の人じゃないよ。表にマネージャーみたいな人も立ってたし。やっぱりそうなの。いわゆる高級コールガールってやつだ。どこまでもバカな男だろ。帰ろう。ナンシーさんどっか行っちゃった。帰るの？ああ、だってお風呂入れないんじゃ。一日ぐらい入んなくても死にゃしないよ。電気もつかないんでしょ。朝になり明るくなるって。泊まっていきなよ。それとこれ、俺と誠の鍵返しとくわ。それじゃあな。川上さん、
おやすみなさい。ねえよ、私なんか責任感じちゃう。お前が悩むことじゃないって。だって気のせいかもしれないけど、ナンシーさんってなんで私に似てたような気がするの。ほっとけって。でも彼女戻ってきたらどうするの。知らねえよ。小菅さんきっと中に入れちゃうよ。間違いなく入れるね。男ってのは一度ついた炎はなかなか消せないもんだ。私たちどうすればいいんですか。そうね、小菅さんにはそういうことしてほしくないんです。誰かがそばについてるしかないだろうな。樋口さん戻ろう。やめとけって。だって好きにさせときゃいいんだよ。ごめんなんだよ、これ以上あのバカに関わるのは。じゃねえか。まずくないそれって。だけどこれだけあれば今夜ホテルに泊まれるぜ。なあ店長、ブライアントホテルならお釣りが来るよ。嘘。やっぱ今日は働いたしシャワー浴びてから寝たいからな。そうしよっか。おやさん、お館長。ごちそうさま。
日僕はようやく川上さんのことを吹っ切れたような気がした。そして樋口のことも。暮らしの中から川上さんは消えた。クラブには入りたくないと。結局恋愛とはそういうものなのかもしれない。僕は僕のことを好きになるような女性を信じることはできない。もし僕が女だったとしても僕のような男には惚れたりはしないだろう。川上さんがアパートを去ってから1ヶ月が過ぎた。あれ以来彼女には会っていない。実は僕のニューヨーク生活は終わりを迎えようとしている。僕は今月いっぱいで東京の本社へ戻ることになった。あれから毎日送っていた嘆願状がようやく効果を発揮したのだ。最低2年はいるはずだったが、町に馴染めずノイローゼになったと訴えたら、すぐに帰ってこいと言われた。本心を言えば今の仕事は僕にとって理想の職場だった。仕事は楽だったし、職場の人間関係で悩むこともなかった。そしてニューヨークにいればいつでも映画の主人公になれた。Tonight, my mother was kidnapped by Martians, and there are people from NASA coming over this afternoon, and I was wondering if I could take the day off early today.
オッケー。この町に未練がないと言えば嘘になる。でも今は少しでも川上さんから離れたかった。彼女のことを忘れるにはこの町は狭すぎた。ん？これサービス、よかったらどうぞ。お聞いた。おお、知ってるね。川上さんが博多の人だったから。ああ、思い出させちまったな。いただくよ、せっかくだから。どうしたの？ああ、今第1回九州物産展やってんだよ。へえ。川上さんとは最近は会ってないよ。電話もかかってこないし。幸せにやってんじゃないの？あんたが日本に帰るってことは知らないと思うよ。いいのか？別に樋口にも知らせてないし。お給取って7ドル80もするんだ。高級品なんだね。いいんだよ、川上さんのことは。僕にとってはもう過去の人なんだから。小菅よ。うん。実は俺言って頼みがあるんだ。いや、大したことじゃないんだけどね。いいよ、おじさんには世話になったし。銀座の並木通り。え？知ってんだろ。うん。東京帰ったらさ、ちょっととそこへ足運んでほしいんだよ。並木通りに。うん。まあいいけど、どうして？すき家橋から数えて36本目の街灯の下を掘るとこれくらいのちっちゃな仏像が出てくるから、そいつを持って根室の吉岡って男を訪ねてほしいんだ。象牙の車椅子に乗った老人だ。額にドクロの入れ墨してあるからすぐ分かると思う。ちょっと待って。そいつに会ったらな、もっと普通の頼み事してよ。なんかむちゃくちゃいかがわしいじゃないか。やっぱりダメか。巻き込まないでよ、そういうのに。感じしない？体重減ってるんだけど。絶対太ったよ。お腹のあたりなんかタルタルだもん。よく食べてるからね、最近。実はね、小菅さん。え？小菅さんに渡したいものがあって。僕に？はい。お給と。また実家から送ってきたの。そうなんだ。小菅さんに食べてもらおうと思って。え、じゃあまさかそれでわざわざ？はぁ、嬉しいな。明日の朝でもよかったらどうぞ。いただきます。急に決まってさ。全然知らなかった。電話しようと思ったんだけど、こっちも忙しくて。帰っちゃうんだ。うん。そうなんだ。会社の命令だからね、こればかりは。ほら、ガランとしてるでしょ。私物もう日本に送っちゃったから。そういえばそうね。それと渡辺君なんだけど、クスノキの店長が預かってくれることになってるから心配しないで。将来的に川上さんが一緒に暮らせるようになるまで面倒を見てくれるって約束してくれたから。
ちゃうんだ。手紙ですよ。しばらくは実家で暮らそうと思ってる。向こうでアパートが見つかるまで。私も帰ろっかな。そうだ、忘れ物。川上さんの部屋片付けたら出てきた。ほら、前に貸してあげたじゃない、大怪獣ブジラ。ああ、思い出した。ごめんなさい。そうよね、私見るって言っといて。小杉さん確か出てるんですよね。いや、出てはいないです。スタッフとして関わったんで、最後の方で名前がちょこっと。絶対見るね。見たら感想を。これどうする、見たら日本に送る。あげます。でもいいから取っといて。ありがとう。樋口はどう、元気してる。今日は樋口はいないの。帰ってないんだ最近。そういうんじゃないの、忙しいみたいね。そうか、うん、今日はね、セントラルパークに写真撮りに行ってるの。ねえ、知ってた、セントラルパークにクマが出たんですって。セントラルパークにクマが。ニュースでやったの見なかった。気がつかなかった。なんか大騒ぎみたい。へえ。それ取りに行ってるの。スクープ狙いなんだ。前歯張り込んでるの、だから声も遅いの。大変だな、フリーのカメラマンも。ねえ小菅さん。はい。今夜は飲もう。小菅さんの最後の夜だし、ね、二人で飲もうよ。いいけど。明日何時出発？夜の8時。じゃあとことん飲み明かそうよ。そうしようか。お酒やめてたんだっけ。そんなことないけど。なんか予定あった。そんなことないよ。っていうかさ、冷蔵庫のものを全部整理しちゃって何もないんだよ。これお給料だけ。お酒買ってくるよ。ほらコップもないし。私も行く。あ、いいよ、僕が行ってくる。でも久々に会ったんだから、渡辺君と遊んでて。なんかつまみを買ってくるけど、欲しいものある？イカくん。イカくんね。あと、お給湯に必要なものなんだっけ。酢醤油とおろし生姜。了解。なんで川上さん来たこと言わないんだよ。言えるわけないだろう、口止めされてるんだから。川上さんに口止めされたの。ああ、どういうことかな。決まってんだろう、樋口となんかあったんだよ。やっぱりそう思う。そうに決まってんだろう、逃げてきたんだよ、あいつのところから。うまくいってないのかな。多分な。仕事で遅くなるってのも嘘だ。セントラルパークにはクマはいねえ。そうだよね。俺が全部仕留めたの。何があったんだろう。まあ、何があったにせよだ、今の彼女には耐えれる相手はお前しかいないんだよ。お前に会う口実が欲しくて、それでこいつを買ったんだ。樋口に連絡取った方がいいかな。川上さんがうちに来てるって教えてやった方が。どこまでおめでたいんだ小杉。てめえって野郎は。話して。誠はお前に助けを求めてんだ。そうだろう。康介、ついにチャンスが巡ってきたんだ。千載一遇のチャンスがよ。もういいよ、千載一遇は。川上さんはだって樋口の彼女じゃないか。僕はもう川上さんとは終わったんだよ。終わった、バカ野郎。おじさん、俺に言わせりゃまだ始まってもいねえよ。まだ何にもな。ただいま。
もしもし、小杉ですけど。ご無沙汰してます、川上さんなんだけど、今こっちに来てるからこのメッセージを聞いたら、とりあえず僕の携帯に一回電話をください。お願いします。ごめんね、勝手にシャワー借りちゃった。あ、そうらしいですね。今ね、うちのアパート断水しててお水がトロトロっとしか出ないんですよ。辛いな、それ。ねえ、小菅さん、今大丈夫？え、何？ちょっといい？え、ごめんね。あ、時々止まらなくなるんですよ。私、思い切り反対に回したかもしれない。これね、パッキンが緩んでるんですよ。だからコツがいるんです。あれ、おしげさん、ごめんなさいね。あ、全然、よくあることだから。ちゃんと拭いてね、風邪ひいちゃうから。あー、ちょちょちょ、貸して。あ、もういいです、本当。はい、すいません。お酒飲もうか。うん。川上さんはどうするの、これから。そうね、私ね、計画では25で結婚するはずだったの。25で結婚して30までに2人子供を産むことになってたの。結局一つも実現しなかったね。あれ、なんて言うんだっけ。ん？何？タイムボカン。何のことだろう。あ、ほら、未来とか昔にバーッと行っちゃうやつ。タイムマシンのこと？そうそう。私ね、最近いつも思うの。もしもタイムマシンがあって、高校生の私が今の私を見たらきっとびっくりするだろうなって。まさかこの年まで一人で子供もいなくて、しかもニューヨークで暮らしてるなんて。髪の毛も金髪だしね。それは驚かないと思うよ、昔からこれだったから。そうなんだ。人生なんてわからないもんね。こっちにはずっといるの？どうなんだろう、先のことは何とも言えないな。日本に帰る気はないの？どうすればいいと思う？どうしようか。私ね、本当はずっとこっちにいて、将来はお店でも持てたらなって思ってたの。お店って美容院？うん。でもグリーンカードもないし。夢ね。多分帰ると思うよ、いつかは。10年後の今頃、私何やってんだろう。タイムマシンで見てみたい。今と同じだったりしてね。小杉さん。はい。今日泊まってもいい？ダメ？ダメっていうか、樋口さん、どうせ帰ってくるのは明日の昼だから、最後の夜だから。ダメ？僕はいいけど。なんか実家に帰ってきたみたい。落ち着くね。小杉さんは今ここで寝てんの？ええ、一人で暮らしてるのに別に無理して子供部屋に寝る必要もないから。そうだよね、あっちのベッドちっちゃいもんね。あのパジャマなんだけど、いくつか持ったんだけど全部箱に詰めて先に送っちゃったから、今これしかないんですけど。私いいですよ。いや、着替えた方がいいよ。だけど小杉さんは？僕は T シャツでも平気だから。これ洗濯したばっかりだから汚くないよ。
じゃあ半分こにしよう。半分こ。半分ずつ着よう。いいけど、どっち半分にする？下半分。あ、やっぱり上半分。じゃあ僕下半分。それじゃあおやすみなさい。え、行っちゃうの？行っちゃうの？行くって別に日本に帰るわけじゃないから。ここで寝ないの？さすがにそれは。なんで？一緒に寝よう。もっと話しよう。小菅さんもっと自分に自信持った方がいいと思う。そうかな。小菅さん絶対いい旦那さんになると思う。僕もそう思うんだけどね。絶対ね、小菅さんにふさわしい女の人ってね、いると思うのよ。僕も昔はそんな気がしてたんだ。絶対いるよ。でも最近だんだん疑わしくなってきた。そんなことないよ。小菅さんはね、自分がモテないんだって思いすぎなの。小菅さんみたいなタイプが好きな女の人っていっぱいいると思うな。確かにね、時々煩わしいと思うことはあるけど。あ、やっぱりそう思う。でもそこがいいのよ、小菅さんらしくて。のりちゃんって、樋口さんって、のりちゃんって呼んでるんだ。樋口さんって結構上手なタイプでしょ。なんていうの、女の人の接し方っていうの。樋口はね。でもああいうのって逆に信じられなかったりするの、女にしてみれば。でも樋口は大して優だと思うよ。僕もあんな風になりたいよ。そんなことないよ。小菅さんは小菅さんのままでいいの。あ、ごめんなさい、今足が当たっちゃった。あ、全然平気。ごめんなさい。あ、ごめんなさい、また足当たっちゃった。目が冴えちゃって。なんかいるの。え？なんか部屋にいるの。どういうこと？なんか飛んでるの。飛んでる？気になって眠れないの。なんだろう。多分ゴキブリだと思う。ここにいてください。どうだった？かなりでかいですね。あんなにでかいのは初めて見た。どこにいたんだろう。タンス動かした時に出てきたのかな。やっつけたの？大丈夫、僕が何とかします。ここにいてください。今日は向こうの部屋で寝てください。大丈夫、閉じ込めてきたから。いくらあいつでも自分の力でドアは開けられないと思うから。開けられないよな。
なんか目覚めちゃった。本当？飲み直そっか。そうしますか。そうしよう。ゴリあったかな。さん、風邪ひくから向こうで寝てきた方がいいですよ。二段ベッド使ってください。川上さん、下に来てる。どうぞ。川上さん、会いたくないの？会いたくないの。とりあえずこれ履いて一人で。なんか悪いな、迷惑かけちゃって。そんなのはいいんだけど。おいで。お前元気でやってんのか。ああ僕のは大丈夫だよ。なんか部屋の感じ変わったな。ずいぶんすっきりしてるじゃないか。ねえ、まずいよこれは。なんで？ダメだよ、川上さん悲しませたら。そういうんじゃなくて。何があったのか聞かないけどさ。大したことないから。また女でも作ったんじゃないのか。聞いてんじゃねえかよ。少なくともお前が心配することじゃねえから。どこにいんだ？何があったか知らないけど、とりあえずここは会って話した方がいいと思うんだ。このまま逃げてても何も解決しないよ。辛いのは分かるけど、とにかくここは樋口に会ってくれないかな。ね、そうしよう。マジかよそれ。マジなんだよ。帰っちゃうのか。お前もっとそういうこと早く言えよ。こっちもいろいろ忙しくてさ。マコは知ってたのか？彼女にも今日初めて話した。だよ、水くせえな。で、明日何時出発なんだ？夜の8時3分。じゃあ俺たち見送りに行かなきゃなあ。いいよ。昼間何やってんだ？あ、午前中オフィスに行ったりしてるけど。おお、じゃあちょうどいいや。俺昼間仕事だから。明日じゃあ夕方に3人で集まって飯でも食おう。俺ごちそうするから。いいよ。何言ってんの、遠慮すんなよ。川上さんの都合だってあるし。川上さんに都合なんてあるわけねえじゃねえか。どうせ何もないだろ。よし、決まりだ。じゃあ明日4時に迎えに来るから。
いない。うん。じゃあ今日はもうこんな時間だからお開きにしよう。な。帰ろう。なあ。やだ。なんだよ。帰らない。帰りたくないの。樋口さ、康介、悪い。ちょっと二人だけにさせてくれないか。これは俺たちの問題だから。いいじゃない、ここにいても。こいつには関係ないだろう。悪いな。部屋にいるから何かあったらいつでも呼んで。それから康介、え、できれば何か履いてくれるか。下、あ、これ、いい大人がさ、パンツで歩き回るんだ。分かった。どういうつもりなんだよ。分かんねえよ、お前の考えが。ここで話すことじゃねえだろ。ここで話しちゃいけないことなの。だって康介には関係ねえじゃねえか。小杉さんに言い合ってるとこ見られるのが嫌なんでしょ。そうやっていつも対面ばっかり気にするんだよね、のりちゃんって。そういうんじゃねえよ。おい、コップねえぞ。足で踏んづけた。すごいな。こんなでっけえゴキブリ初めて見た。いいよ、話し続けて。こっちやっとくから。悪いな。俺を困らせてそんなに嬉しいか。困ってなんかないじゃない。今日だって俺が心配してないとでも思ってんのかよ。心配なんかしてないくせに。心配してるんだったらなんでもっと早く迎えに来ないのよ。今何時だと思ってんの。さっき留守電聞いたんだって。嘘、いつもマメに聞いてるくせに。多分それは、あ、いい、ちょっと僕が電話したのが随分遅かったから。何時頃電話したの。何時だか忘れたけど結構遅かったよ。だけど小杉さんに教えてもらえなくてもちょっと考えれば分かることでしょ。分かるわけねえだろ、お前がどこにいるかなんて。他にだってどこ行くっていうのよ、ここ以外に。悪いな、気にしないで。いつ帰ってきたの。こんな時間までどこにいたの。飲んでたんだよ。私それが信じらんないの。だって昨日ああいうことになって、普通だったら今日ぐらいは早く帰ろうと思わない。ああいうことがあったから今日帰りたくなかったんだろう。そうだろう。へりくつ。なんで二日連チャンでこんな気持ちにさせられなきゃいけねえんだよ。ちょっといいか。止まらねえんだよ。パッキンが緩んでるんだ。マリナ、そんなことは言いないの。今うちのアパート断水してんだよ。恐ろしいね。ちょっとおかしいな。悪かったな。気にしないでいいよ。よくあることだから。でお前日本帰ってどうすんだ。別に会社辞めたわけじゃないから今の仕事を続けていくよ。家はしばらくは実家にいるけど。お袋さん元気にしてんのか。昨日電話したけど元気そうだったよ。でも随分年取ったよ。最近話が長くてさ。もういい年だろう。
75かな。こいつさ、おふくろさんが38の時に生まれたんだよ。38でウイザーも大変だったろうな。おまけに坂子だもんな。坂子じゃないよ。坂子だって言ってたじゃん。言ってないよ、坂子は樋口だ。俺は帝王切開で出てきたんだ。坂子だったからじゃないの。違うよ。ねえ、帝王切開で生まれたけど坂子じゃねえよ。坂子はお前だよ。ねえ、ちょっと、なんでどうしてそうやって違う話するの。は？だって今は私たちの話してるんじゃないの。そうだよ。ほんと面白いね、のりちゃんって。小杉さんの前ではいつもいい格好したがるのね。ちょっと待ってくれ、俺がいついい格好したんだよ。帝王切開で生まれたのはそんなすごいことか。そういうこと言ってるんじゃないの。ちょっと助けてくれよ。何言ってるか分かんねえんだよ。そんなに嫌なの、私と言い合ってるとこ見られるのが。ねえ、そんなに格好つけたいの。ここにいて小杉さん。私たちもうダメみたい。そんなことないよ。そんなことあるの。まあ何があったのか知らないけどさ、こういうことはさ、もっと時間かけてゆっくり話し合った方がいいんじゃないかな。だってもう散々話し合ったんだよ。昨夜もそれで大喧嘩。なんかね、私のこと好きじゃないみたい。そんなことないよ。ねえ樋口。じゃあどうすりゃいいんだよ。何度も言ってるだろ、お前が一番大切だって。他の女とは次元が違うんだ。だからそんなこと言われても嬉しくないのよ全然。じゃあ別れようぜ。ちょっと待てよ。しょうがねえよもう。それ言ったら、樋口は川上さんのことをすごく大事に思ってるよ。違うのよ。それはだって見ててわかるもん。違うの、この人は私が好きなんじゃないの。そんなことないよ。そうじゃないの、やっとわかったの。結局この人は小菅さんに勝ちたかっただけなの。何寝ぼけたこと言ってんだよ。そうなんでしょ。小菅さんが私のこと好きだから、あなたは私が欲しかったの。小菅さんに負けたくなかったから、私を愛してるふりをしたの。なわけねえだろうが。樋口さんは小菅さんだけには負けたくないみたい。どうしてかっていうと、大きなとこでもう負けてるから、小菅さんにはかなわないと思ってるから。そうでしょ。そんなことないよ。小菅さんは昔から映画が好きで、ちゃんと映画の道に進んで自分の好きなことやって、毎月お給料もらって、人生ちゃんと真面目に生きてる。そんな小菅さんが羨ましかったのよ、この人は。そうだよね。もういいよ。それに比べて自分は未だにプラプラしてるし、仕事だってバイトに毛の生えたようなことしかしてないし、将来だってどうなるか分かんない。もうすぐ40だよ。若く見えるけど、あと3年で40だよ。それなのに未だに自分の進む方向が決められないの。だから小菅さんの前だけではいつもカッコつけてた。生き方で負けてるから、他のことでは絶対負けたくなかった。だから私を愛してるふりをしたの。違う、そうじゃないって私の前で自信を持って言える？俺は帝王切開で生まれたけどな、坂子じゃねえよ。原因は何なの？樋口の女遊び。あの人は縛られるのが嫌だっていうの。私はずっと私だけを見ててほしかったのに。私は早く結婚もしたいし、子供も欲しいんだけど、それも嫌だっていうの。生き方の問題なんだって。
からって毎晩他の女と遊んできて私が平気なわけないでしょ。そうだよね。でもそれがあの人の生き方だから変えられないっていうの。でもね、本当に私のことを愛してくれてるんだったら生き方だって変えられると思うの。本当に愛してないから変えられないの。そう思いません？これでいいの？川上さんは。これで本当に川上さんはいいの？いいとは思わないけど、もうどうしようもないの。だけど。なんかまた失敗しちゃった。失敗しちゃったよ、小菅さん。嫌になるね、自分が。もうダメだね。僕が何とかする。ねえ、余計なことはしないで。お願いだから。樋口、来なかった。今日は見ないね。くそ、どうした？川上さんは今度話す。おいおい、事情わかんないけど余計なことするなよ。他に知らないんだよ。渡辺くん、食べちゃう。ダメでしょ。川上さんは樋口を愛してる。今からでもなんとかならないのか。いいじゃん、結婚してやれよ。川上さん幸せにしてやってくれよ。頼む樋口。コウスケ。ああ。悪いけど一人にさせてくんねえか。だけど川上さんは煩わしいんだよ。いいか、俺が今世の中で一番話したくないやつがお前なんだ。樋口、帰れ。川上さんはいいのか。そんなこと言ってたらもらっちゃうぞ。いいのか、もらっちゃうぞ樋口。川上さんももらっちゃうぞ。好きにしろ。いいんだな、川上さんもらってもいいんだな。勝手に持ってけよ、この野郎。
今夜は俺の目の前から姿消してくれ。お願いだから。分かった。ちゃうぞ樋口、川上さんももらっちゃうぞ。勝手に持ってけよこの野郎。苦しい。とにかく今夜俺の目の前から姿消してくれ。お願いだから。分かった。
上さん、しっかりしてください。川上さん、川上さん、大丈夫ですか？気持ち悪い。吐いちゃって、お腹のものを全部出して。川上さん。川上さん、大丈夫ですか？川上さん、自分の名前がわかりますか？川上さん、名前は？川上さん、川上さんって言っちゃダメか。お嬢さん、名前は？もしもし、お嬢さん、もしもし、あ、ごめんなさい。痛いよ。名前は？川上。下の名前は？川上。それじゃ川上川上になっちゃう。下の名前は？誠。続けて。醤油今度は薄めずに飲んだみたいだね。ラッパ飲み。ここまで来るとマニアだね。命に別状はないと思うけど、もうちょっと遅れてたらアウトだったね。お前一人で助けたのか。前に樋口のやり方見てたから。大したもんじゃねえ。夢中だったからね。やるもんだね。じゃさん。ああ気持ち悪い。はあ参った。大丈夫？ごめんね小杉さん。それはいいんだけど、コーヒー買ってきたけど。あとでね。はあ参った。寝てた方がいいんじゃない？平気平気。川上さん。ん？正直言って僕ちょっと怒ってるんですけど、もうこんな真似はしないって約束したじゃないですか。なんか残念だな。どういうこと？どういうことって。こんな真似って。だからお醤油飲むような真似は。私飲んでないよ醤油なんか。え？ちょっと待ってよ。だって私死のうなんて思ってないよ。でもやめてよ、もうそんなバカな真似しませんよ。え？やだな、焼け酒飲んでただけですよ。焼け酒？そしたらいつの間にか眠っちゃって。あ、じゃあだってこれは。それはね、お花行きようと思って。お花？向こうの部屋にあったから。花瓶とか一個もないんだもん。中身は？流しに捨てた。
なんでここに転がってんの？知らないよ。そんな誰だって誤解するよ。あ、渡辺くんだ。え？渡辺くん、渡辺くん。あ、いた。ダメでしょ、いたずらばっかりしちゃ。渡辺くんね、お花見るとすぐに食べたがるの。小杉さん、結局僕はこうだ。いつもいつも。私が死ぬわけないでしょ、これぐらいで。一度死にかけた女はね、強いんだから。ごめんなさい。なんで謝るの？何も覚えてないの？なんとなく。そう。なんかすごい迷惑かけちゃった。全然。でも小杉さんが来てくれてよかった。かっこよかったよ、小杉さん。あ、そうだ、私のほっぺ殴ったでしょ。それなんだよ。いいのいいの。眠ったら終わりだと思ったから。すっごい男らしかったよ。また見直しちゃった。ありがとう、小杉さん。おはよう。もうすぐパンも焼けますからね。あ、卵はどうする？目玉焼きにする？それともスクランブルエッグ？目玉焼き。はい。川上さん。何？これくすぬきに行って買ってきちゃった。先にコーヒー飲む？ミルクも買ってあるよ。ごめんね、結局スクランブルエッグになっちゃった。私ね、卵割るの苦手なんですよ。絶対潰れちゃうの。握力強いんだよね。そうなの。だってリンゴを潰せるんだよね。そうなの。今度見せてあげるね。あ、味薄かったらお塩どうぞ。ありがとう、うん、今日何時だっけ？8時3分。いよいよ帰っちゃうんだね。ねえ、もう九州のとこ戻らなくてもいいの？戻んないよ。どうして？だって、でも平気なの？全然。住むとこは？どっか探す、安いとこ。見つかるかな？見つかるよ。それまではホテル暮らしね。そうなんだ、うん、まだ貯金も残ってるし。もしよかったら、ここ次の人が来るの来週だから、それまではいてくれても平気だけど。え、本当に？うん。いいの？後で鍵渡すね。ありがとう。それすっごい助かる。あ、コーヒーお代わりどうぞ。あ、すいません。小杉さん。え？日本に帰っても友達でいようね。うん。絶対また会おうね。うん。私もそのうち帰るからさ。そしたら東京でまた一緒に暮らしたりして。そうする？いいよ。そしたらまた樋口も呼んだりして。やだ。のりちゃんまだパンあるよ、焼いてこようか。あ、え、僕こうちゃん、のりちゃんって呼んでたんだよね。私今のりちゃんって言った？ええ、ごめんなさい。とんでもないです。じゃあパンもう一枚いただきます。小杉さん、晩ご飯はどうするの？
考えてません。どっかで食べよっか。そうしましょうか。なんか二人で美味しいもん食べよう。そうですね。私を予約しときますよ。あ、何が食べたい？あ、何でも。あ、チェルシーにね、なんか美味しい日本食のお店があるって雑誌に出てたんだけど、そこにする？あ、でも日本に帰るんだもんね。和食じゃない方がいいよね。なんか考えときますね。川上さん。ん？今日僕樋口に会ってこようと思うんだ。やっぱりこのままじゃ良くないと思うんだよ。もういいよ。そんなことないよ。やっぱりね、とことん話した方がいいよ。こんな終わり方は良くないよ、絶対。だって話すことないもん。だって川上さんは樋口のことが好きだし、樋口だって川上さんのことを愛してると思うんだよ。もうやめよ。もったいないよ、絶対。こんな別れ方は。なんとかさ、樋口と話つけてくるからさ、そしたら二人でもう一度会ってくれるかな。だからもういいって言ってるじゃない。そうなんだけど、小杉さんってさ、どうしてそうやって余計なことばっかりするの。もういいのよ、私と樋口さんのことは。ほっといてほしいって感じ。気悪くしたんだったら謝るよ。っていうかさ、ごめんなさい。私たちだって子供じゃないんだから、自分のことは自分で決められるんだから。そうなんだよ、それは分かってるんだけど、でも僕としては。小菅さんはさ、今一番何が大切なの。もっと自分のこと考えた方がいいよ。おかしいよ。川上さん。いろいろありがとうございました。購入の人は来週行きますので、それまでは自由行動ということで、来てもいいし来なくてもいいし、好きにしてください。 I know. After finally having met, we have to part. There's no one quite as wonderful as you. はい、全然わかんないや。 I'm really looking forward to the day when we can work together again. Thank you. Thank you. 結局最後まで心が通い合わなかったね。 Thank you.忙しいのに悪いな。どうせ試合中やることねえから。何の写真撮ってんの。日本人選手のプライベートショット。知り合いのスポーツ記者に頼まれちゃってさ。みんな頑張ってるもんね。あの人たちもプレッシャー大変だろうな。留守電聞いたよ。何かあったんか。いろいろとさ。やっぱり気になるのか。お前が気になるような言い方するからだよ。まさかまたご醤油でも飲んだのか。大変だったよ。まあ近い。命に別状はなかったけどさ。もうそういう女は掘り出せ。そこまで行くと病気だぜ。なんで連絡くれないんだよ。電話聞いたんだったらさ。関係ねえもん。何言ってんだよ、関係終わりじゃないか。ねえんだよ、もう樋口。お前さ、今日帰るんだろ。あ、だからお前に会いに来たんだよ。俺お前を見送りに行くって言っちゃったけどさ、今晩予定入っちゃったんだ。悪いな。
頑張れよ。またどっかだよ。ちょっと待ってよ。川上さんはお前じゃなきゃダメなんだ。そんなことねえよ。もう一回話し合ってくれよ。話すことなんてないって。このままじゃ僕は日本に帰れないんだよ。いいじゃねえか、あいつも一緒に連れてってやれよ。樋口、あとは任した。じゃあな。樋口、話せよ。どうして彼女の気持ちを分かってやらないんだ。樋口、お前好きなんじゃねえのか。俺はもういいんだよ。お前にやるって言ったんだから、お前の好きなようにすりゃ。そういう言い方やめろよ。俺は降りたんだよ、もう。樋口、俺に遠慮することねえから、今すぐ帰って押し倒しちまえよ。てめえが先に手出しただかんな。必要なんだよ。僕じゃダメなんだよ。お前しかいないんだよ。お願いだから、怪獣ブジラ見ようと思ってたとこなの。川上さん、どうしたのそれ。あ、これ荒れちゃった。会社の従業員に殴られちゃった。従業員って、あの女の人。あ、会ったことあったっけ。ミスラムーア、ずっと僕のことを嫌いだったみたい。最後に一発やられちゃった。失敗しなくて大丈夫？全然大丈夫。見て、アパートに戻って荷物取ってきちゃった。結局本当に必要なものってそんなにないのね。川上さん、樋口が待ってる。例の7番街のバー、もう一回川上さんに会って話がしたいって言ってあげてください。彼に会ったの？なんでそういうことするの？だって私もう会いたくないってはっきり言ったじゃないですか。早く言ってあげてください。小杉さんが一緒だってことはもう分かったわよ。樋口が待ってるんです。早く言ってあげてください。勝手すぎるよ。僕は何よ。あなたにもう悲しい思いをさせたくないんです。あなたの喜ぶ顔が見たいんです。だから早く言ってあげてください。
樋口はいいやつですから。考えてみたらここ6時からなんだ。マスターに言って特別に開けてもらった。大したもんだな、カサブランカのボギーを超えたな。そんなかっこいいもんじゃないよ。これ変えてもらえる？結局人生は映画みたいにはいかないってことだよ。あれ遅まきながら見たよ。アパートの鍵貸します。どうだった？確かにお前が自分をダブらせる気持ちもわかる。だけど向こうはハッピーエンド、こっちはとんだジャックレモンだよ。いいのか本当にこんな結末で。しょうがないでしょ。お前は満足なのか？あのね、現実はねそんなに甘くはないってこと。ふん、お前も成長したもんだな。これで楠木学校は卒業だ。学校だったの？おお、つまんないことばっか教えなくて。もうお前に教えることは何もない。あとは自分の力でやってみろ。悪いけどあんたの教えで役に立ったもんなんか一つもないんですけど。そうか。あ、そういえばタンザニアの人たちも同じこと言ってたな。さっき家帰って驚いたよ。お前服とか持ってっちゃったのな。身の回りのもんだけね。はい、なあ。あ、これ忘れてたぞ。耳栓して寝る女初めてだよ。これしないと熟睡できないの。ありがとう。コスケに言われたよ、川上さんを幸せにしてやれって。何者なんだあいつは。お前の父兄か。川上さんを幸せにしてやれるのは俺だけだって真面目な顔してそう言うんだ。おかしな野郎だぜ。お前に会ってプロポーズしろってさ。でも俺にはできない。だからそれを言いに来た。昨夜お前に言われて一晩考えた。確かにそうなんだ。俺はただ康介に勝ちたかっただけなのかもしれない。いや、お前を本当に愛してたのかもしれない。でも今
それがわからないんだ。わからない以上は俺はお前を幸せにはできない。学生の頃からずっと俺は康介の前を歩いてた。俺はそう思ってた。でもそうじゃなかったんだ。本当は逆だったんだ。コンプレックスを持ってたのは俺の方だったんだ。お前に言われてやっと分かったよ。最低の男だよ俺は。そんなことないよ。自分を親友だと思ってる男をいつも出し抜こうと必死になってたんだ。ひでえ野郎だぜ。ニューヨークを離れようと思ってんだ。どこに行くの？考えてない。とにかくこの街を離れたいんだ。自分を見つめ直す時間が欲しいんだ。この年になってちょっと遅いかもしれないけど、今自分を見つめ直さないと一生ダメな男で終わってしまいそうなんだ。今度お前の前に現れる時はちょっとはマシな男になってるよ。それがいつになるかわかんないけど。また会えるよね。きっと会えるよね。できればおばあちゃんになる前がいいな。お前年取ったら可愛いばあばになりそうだな。なんか飲むか。うん。Excuse me. Would you make her a drink that isn't so strong? あんたのとこがいいってさ。あんた本気で生きてねえだろ。本気で生きてねえから本気で死ぬこともできない。お前を幸せにできるのはあいつじゃない。やるよ。今日は小杉さん、watch where you're going. ごめんなさい。大丈夫、どんどん寄りかかってください。
悔しかったんだよ。僕は誰よりもあなたを幸せにする自信がある。康介には参ったよ。聞いてると思うけど、あいつが俺に殴りかかってきたんだぜ。あんなの初めてだよ。一発も決まらなかったけど、逆に俺の右ストレートを食らってフラフラになってた。だけどそれでも俺に向かってくるんだ。どうしてもお前に会って話をしろって。怖かった、あの時のあいつの顔。あんな表情するんだな、あいつも。かなわねえよ、やつには。あんな男はそうはいないよ。お前も思うだろ。あなたにもう悲しい思いをさせたくないんです。あなたの喜ぶ顔が見たいんです。早く行ってあげてください。思うならいいんだ。おじさん、うん、こんな言葉聞いたことあります？女は2番目に好きな男と一緒になると幸せになるって。ああ、聞いたことあるよ。誰が言ったんだっけな。それって本当のこと？そんなわけないだろう。一番好きな男と一緒になるのがそれは一番だよ。いいの、何も言わないで。それより大怪獣ブジラ見よう。でも飛行機がどこに行くの？
後で。今言いたい。結婚してください。かかみさん。始まるよ。持ってきたよ。あれ川上さん、どこ行ったんだろう。連れのご婦人はレストルームじゃないかな。ああ、そうですか。日本の方？はい、そうです。東京の吉見で乾杯。どうも。お一人なんですか？ああ、車の調子がおかしくてね。今運転手が表で直してる。え、じゃああのリムジンが？そうです。へえ。いや、かなりかかりそうなんで、ここで一杯引っ掛けてる次第です。失礼ですが、どういったご関係の？仕事ですか？今は何も。引退を？いや、一生使えるだけの金は全部稼いでしまいました。羨ましいセリフだな。一回吐いてみたいもんです。今日はこれからパーティーか何かですか？いや、実は授賞式なんです。授賞式？ええ、物好きな奴らが勝手に私を表彰してくれるというんで。へえ。映画お好きですか？え、あ、はい。ひょっとして映画関係のお仕事を？いや、違う。あ、いや、ただね、映画はよく見ます。特に古いもの。あ、僕も大好きですよ。古い映画いいですよね。映画を見ていてよくこういうふうに思いませんか？どうせこれは映画だ、実際にはこんなことがあるわけがないって。しかし現実にはまれに信じられないことが起こるんです。ええ、私の場合がそうだ。聞きたいですね。まあ、信じる信じないはそちらの事情だな。ぜひ。今からちょうど50年前のことになる。私は無一文でこっちへ出てきた。目的なんてあれやしない。こっちへ来れば運が開けると思っていた。ある日ヒッチハイクの途中でゴロツキに引っかかり身ぐるみ剥がされた。砂漠の真ん中、三日三晩歩き続けて力尽きた。もうダメだと思った。その時膝のあたりがぐっしょり濡れているのに気がついた。湧き水です。それで生き延びた。私はそこに井戸を掘り自分の名前をつけた。井戸のあるところには人が集まってくる。やがてそこは村になり町になった。今ではカジノが立ち並び、私は何もしなくても毎日何万ドルという大金が懐に入ってくる。広場には私の銅像が建てられ、町の中央には私の名前のついた大通りが。私はあの時私を捨てたゴロツキに感謝しなくちゃいけない。まあ、風の頼りではどこかの村で縛り首になったらしいがね。信じられるかね、こんな人生。
まるで映画だ。しかしこれが現実だ。実はもっと波乱万丈なエピソードがたくさんあるんだが全部話すと朝になるんで、まあとりあえず概要だけをお伝えしました。驚いたかね。ええ、その顔は信じてないな。そんなことないですまあいい、信じてくれという方が無理な話だ。まあ聞き流してください。いえ、信じますよ。世の中には確かに映画みたいな人生があるんですよ。随分と物分かりのいい個人だな。実は僕自身がそういう体験をしたから。あなたも？ええそうですか。じゃあ我々は仲間じゃないか。僕の場合は恋愛映画ですけどね。聞かせてもらいたいな。実は僕の住んでるアパートの目の階にちょっと不思議な女の子が住んでいたんです。彼女も日本人でこっちで美容院のアシスタントをしてるんです。ある日彼女は自殺未遂を犯して、それを僕と友人が助けるんですが。